東日本大震災から12年を迎えた今日、江東区の豊洲で豊洲防災フェスティバル2023が開かれました。このイベントは人気アイドルコンテンツのアイドルマスターミニオンライブとコラボレーションしています。 AED 電気ショックが1分遅れると救命率が 10% 下がってしまいます。救急車呼べばいいじゃない、それもそうなんですけど、救急車来るのって今日本、コロナもあって9分超えたんですね。その場にいる人たちが AED を使う必要があるんです。皆さんもやってみましょう。はい、そうです、これに合わせて、そうです、ミリオンスターズのキャラクターと AED の使い方を実践形式で練習しました。はい、ありがとうございます。展示・販売コーナーや飲食コーナーも充実しており、たくさんの人でにぎわっています。また大きな地震の揺れを体験できる寄進者もやってきており、リアルな体験もできます。一方ステージでは、まず電気自動車、皆様車っていうところの認識あると思うんですけど、電気を取り出せるんですね。でここにポツンと置いてあるかと思いきや、こちらの全てステージ周りの音響、このマイクもそうですが、電気を供給させていただいております。何考えてるの。電気自動車から一部の電気を補うステージでは、人形劇やパフォーマンスが行われ、小さな子供からお年寄りまで備えをシェアする日になりました。このイベントは3月12日まで2日間開かれます。